どうも。いや、マジピンチですよ。マジでやばいっす、ちょっと今回は。やばいっすね。ワド2、こんばんは。こんばんは。ちょっとやばいです。いや。ほら、ノンタンといざこざがあったの知ってる？最近。もう、10日ぐらい会ってなくて、ノンタンと。で、なんか、振られちゃったのね、俺、ノンタンに。彼女に、振られたんですよ。で、さっき LINE が来たのね。すごいいい彼女なんだけど、俺の彼女。うん。いやー、やばいわ。もう、最高な彼女なんですけど、私最近振られたんですよ。ちょっと。まあ、原因はわかんないんだけど。はい。まあ、47歳の可愛い彼女がいるんですけど。でですね、このパソコン返せと言われました。配信者から配信者からパソコンがなくなるとですね、何もできません。どれくらい付き合ってたかな ?3 月ぐらいに、何月だ去年の何月だ ?10 月ぐらいかな半年いかないぐらいだったと思うんだけど、パソコンを、没収です。はい。もう結婚、内縁の妻だったんですけど、彼女に振られた挙句ですね、私はもうパソコン没収ということで、前使ってた PC あるけど、もう外配信はできないね。バッテリーがいかれてるから。だから、もう、アウトです。僕はアウトになりました。はい。外配信ができない、イコール旅配信ができないっていう最大のピンチに。やばいっすね、正直。結婚ってあれだよ、席は入れてないよ。席は入れてない。もうダメージがね、半端ないよ。不幸が連チャンしてますよ。不幸が。超やばいよね。どうする？これ。どうすればいいの？俺は。彼女、最愛の彼女に振られ、パソコン配信者として、俺には配信があると思ってたけど、配信もダメになるっていう。ラウンド1行こうって時かなり不穏な空気だよね。だよね。うん。やばいよな。次の彼女を探そうって。っていうか、俺は結構、ノンタンと別れるのはショックなの。俺はノンタン大好きだから。だから、その、なんか、まあ理由も聞かず、ね、なんか、なんで別れることになったのかとか、きついよ。すべてを失うんですよ。得るときは、すべてを得るけど、失うときはすべてを失うのが配信者だから。もう人生ジェットコースターでしょ、これ。ノーライフ、ノーワイフ、ノーライフ。そうだよ。多分、ノンタンもっとワドンさんとの時間が欲しかったんだと思うよ。違う違う。俺は毎日来てたじゃん。だけど、ちょっと家の事情で一週間来れなかったの。俺は、むしろずっと一緒にいたいの。一緒に住みたいし、もう本当に一生一緒にいたいと思ってたから。仲直りっていうよりも、何を起こってるのかもう知らないから。はい、たくみさんはどつ。振ったんじゃないよ。より戻せないのかな。俺は彼女とずっと一緒にいたいと思ってたんだけど、振られてしまったんで。電話出てくれるかな。電話してみる。電話してみる。
ちょっと電話してみようかな。まあ、起きてたらちょっと電話してみようかなと思います。初見さんいらっしゃい、KT さん。だって俺もうのんたんの声全然聞いてないもん。のんたんの声全然聞いてない。のんたんの声が聞きたいよ。なんでこんなことになっちゃったんだろう。なんでこうすれ違ってたんだろう。連絡は、だからどん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 疎遠になっていってて、どん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 疎遠になっていってて、毎日毎日連絡取り合ってたんだけど、連絡は取り合ってたんだけど、ちょっと、なんて言うんだろうな。もう俺も正直言うとわからないっていうか、すれ違ってた部分が大きいから、会いたい会いたいってずっと言ってたんだけど、会えなかったんだよ、彼女が忙しくて。でも、時間は作るべきだったなって本当に反省してる。ちょっとじゃあ、話してもいいですか？電話、彼女が、今電話出てくれるっていうことなんだけど、ちょっと、いい？聞いてくれる？みんな。大丈夫？ OK ですか？今。大丈夫ですか？電話かけても。タイミング的に。皆さん、心の準備はできてますか？かけます。はーい。もしもし？のんたん？はーい。聞こえる？聞こえる。久しぶり。はーい。元気？のんたん。なんか最近会えなかったね。もうどれくらい会ってないかな？1週間ぐらい。もっとでしょう。だって、もっとだと思うよ。元気？元気？元気。元気よかった。パソコンは返すから。ありがとね、今まで貸してくれてて。本当に感謝してるよ。なんでさ、のんたんは俺のこと嫌いになっちゃったの？それだけなんか、教えてもらえると嬉しいな。なんか、もやもやしちゃうからさ。昨日自分が別れますって言ったんじゃ。え？のんたんとは別れますって。離婚しますって自分が言ったんじゃ。いや、俺そんなこと言わないと思うよ。言ってたよ。嘘。だから、ツイッターに離婚されましたってのんたんが書いたの。あ、違う。なんか、そういう風に書いたんじゃ。俺、のんたんと離婚しないよ。だってそう言ったもん、昨日。もう別れるって。それ、俺はのんたんがね、俺はのんたんがツイッターに、なんかツイッター見たのね、毎日ツイッター見るから。そしたらのんたんがサムネ消しちゃってさ。で、
和道さんと離婚しましたって書いてあったから、ああ、振られちゃったんだって俺思ってたんだよ。違う、先にそっちが行ったから、だから、そういうふうに書いたんだよ。配信見てて。そうだったの？そうだよ。俺、のんたんのこと好きだからもう一回やり直せない？だってのんたんのことをさ、なんか守るとか愛してるとか言っといてさ、一番そういうことしてさ、傷つけてさ。俺、のんたんのこと大事に思ってるよ。いつもご飯作ったりしてたじゃん。のんたんに。毎日。洗濯物も俺がやってたしさ。のんたんの分のご飯作って、のんたんの洗濯物も全部洗って、台所きれいにしてたじゃん。のんたんのために。モンタンも洗濯してたよ。ああ、のんたんか、洗濯してたのは。ご飯も作ってたよ。まあ、ご飯作ってたのはのんたんだっけ？でも、ほら、釈迦のお水とか釈迦のさ、餌あげてたのも俺じゃん。それも飲んだんだよ。のんたんだったっけ？のんたんがお風呂入るとき、背中流してあげたのも俺だよね。のんたんもやってたよ。そっか。全部のんたんばっかりだったね。ごめんなさい。なんでさ、なんか別れるとかさ、なんかもう離婚しますとか言ったの。だって、よっさんに風船投げるからさ。よっさんに風船投げる。だって、よっさんの女になったのかなと思った。なんでなるわけないじゃん。よっさん好きなのかなと思うじゃん。俺が放送やってる時に、よっさんの枠で風船打ってるよってリスナーさんに言われて、よっさんのこと好きなのかなって。本当はよっさんが好きなんじゃないかって思って。名前に和道の嫁って言って入っててさ。あ、じゃあ、菓子折りを持っていった的な感じだったの？よっさんには。そう。和道をよろしくお願いします的な。そしたらさ、のんたん。和道もさ、配信やってんだっつってさ、あそこにさ、2000人の人が気がつくじゃん。のんたん。のんたん。めっちゃええ子！のんたんめっちゃええ子。めっちゃいい子じゃない。めっちゃいい子じゃん。じゃあ俺がのんたんのこと信じてなかったじゃん。のんたんは、和道が留守番取るために、よっさんに挨拶行かなきゃと思ってやってくれてたの？そうだよ。いい子。めっちゃいい子じゃん。のんた京子とかとさ、絡んでたじゃん。悪い子。仲介議どうのこうのとか言って。めっちゃ悪い子。
続けて。ん？全部言っていいよ。もう全部聞いてもらおう。全部言おう。全部暴露しよう。一個ずつ言おう。言いたいこと言っていいよ。全部、もう思ってたこと全部聞かせて。本音が知りたい。ノンタン。猫とか来てさ、うん。めっちゃテンション上がってたじ悪い子。まあ、正直、そういうところある。そういうところあるよ。じゃあ、言うた。ごめん。もう俺はのんたんに振られたと思ってたから。だから、まあ、他にもあんの？他にもそういうのあんの？もうむ全ずいって言って。部。うざいって言ってた。むずいって言ってブロックしてるじゃん。めっちゃ悪い子。俺がのんたんのことブロックしたね。だってのんたん最近コメントさ、アンチコメントばっかりなんだもん。のんたん最近、普通のコメント打ってくれなくなってきたじゃん、だんだん。俺の放送で。見たくないもん。なんで？俺のこと嫌いになっちゃったんでしょ？だって女リスナーばっかりじゃん。女性リスナーなんていないよ。旅行ってもさ、車乗せてもらうって言ってたし。それが嫌だったの？のんたんは、のんたん正直に素直な気持ちで答えてもらいたいんだけど、本当の気持ちで、本音ね。本音で、俺の放送は応援したいなって思ってくれてんの、のんたんは。本当の気持ちは。いろいろ旅してほしくないとかあるけど、放送全体的に言うと、配信者ワードを応援したいっていうのはあるの？昔みたいにさ。昔みたいに、なんか、ワドの配信盛り上げようみたいなとか、ワドと一緒に配信やってると楽しいみたいなのはあるの、のんたんの中で。そこを教えてもらいたい。本音が聞きたい。なんかもうよくわかんなくなっちゃってだんだんわかんなくなってきた。そういうのだったらさ、もうさ、そっちから切るって言われてたしさ。何を切るの？だからそういう、なんか応援できないようだったらもう、
切るって言われてたし。切るって何？俺、ノンタンと縁切るなんてそんなこと言ってないよ。もうだって言ってたもん、そう。親でも切るし、どうのこうのとか違う違う。俺は、その親と縁切れたからって。俺はノンタ言って。じゃ、ン昨で。日もさ、もう別れるわとかさ、離婚したするとか言ったの。それは、俺が悪かった。俺が、ノンタンの気持ち考えないで、なんか配信のノリで、本当に、俺が悪かった。悪い子！そこは反省してる。すげえ反省してる。のんたん、俺のこと好き？嫌い。辛い？もうやだ。嫌だ。もう別れる。そうやってさ、なんか自分が振られたさ、なんかあれにしたいんでしょ？振られたことにしたいんでしょ？俺だってのんたん自のこと、分。のんたんのこと大好きだもん。そういうふうにさ、いろんなことしといて。何いろんなことしてないよ、俺。俺、のんたんのことめっちゃ好きだよ。パソコンが好きなんでしょ？いや、だからパソコンは返すって言ってるじゃん。だからこれ、のんたんのパソコンだよ。借りてるの知ってるもん。返すよ、全然。とりあえず4月まで持てばいいとか思ってる。思ってないよ。返すよ、ちゃんと。明日来るんでしょ？そう。ちゃんと返すよ。でももう飲んだんと会えなくなるんだよ、俺。今日ホワイトデーだったから、のんたんに何お返ししようかなと思って会えるの楽しみにしてたんだよ。俺、のんたんとずっと一緒にいたいよ。のんたんご飯おいしいし、ね。動物にも子供にも優しいし、配信が大好きだし、めっちゃ可愛いし、いい彼女だな、はふ。配信嫌いだもん。
配信嫌いなの、のんたん。そっか。もう俺の放送も見ないの？じゃあ。見る？正直。どっちなんか。か最近あんま見てない。何見てんの最近。ドラマとか。何のドラマ？韓国の。悪い子。俺の配信見ないで韓国ドラマ見てたの、のんたん、ずっと。そ冬ソナ？う。違なんてやつ見てんの？う。ん？今？風の絵師っていうやつ。俳優さんイケメンなの？全部イケメン。いい子！俺よりイケメン？イケメン。悪い子。そっか。じゃあ、わかったよ。のんたんが、もう、和道の放送よりも、ペヨンジュンに恋したっていうのはよくわかったよ。俺よりペヨンジュンの方が好きなんでしょ？ヘヨンジュンはもう古いよ。誰が好きなの今。特にない。もう、韓国のイケメンが好きなんでしょ？ノンタ全部イケメンだから。ンは。なかった。今までありがとう、ノンタ。ごめんね。なんか、飽きさせる配信をしてごめんね。別れたかったんでしょ？別れたくないよ。でも、もうのんたに嫌われたら、もう俺はすっぱり諦めるしかないから。もう誰とも付き合わないから。もう人を好きになれない。こんなに傷ついたことはない。いやもう、のんたんが最後の人だ。もう、恋はできないわ、正直。この間彼女立候補してる人いたって。いや、もう恋できないわ、正直。もう誰も信じれなくなっちゃう。もうリスナー以外俺にはいねえんだってなってるわ。また綾香が湧いてきた。もう、終わりなんでしょ綾香いるじゃん、よかった。う。いやもうほんと、もう恋できねえわ、俺。いやでも本当にありがとう。のんたんと
一緒にいたのは楽しかったよ。ほら、みーちゃんの時も同じこと言ってたって。悪い子。いやもう本当に恋なんてできねえよ。もう本当に。俺は、のんたんとずっと一緒にいたいっていう気持ちは変わらなかったけどね。俺は、のんたんとずっと一緒にいたかったよ。これは、あれだよ。のんたんのこと大好きだよ、俺。画面固まってるけどいいの？そういう設定？いや、もう、正直、もう、本当に、もう、画面とかじゃないから、もう正直。いや、もう配信とかじゃなくて、今ね。今。何言ってんの？ガタガタ。ん？ガタガタ何も言ってないよ、俺。ガタガタ聞こえる？何ガタガタって。知らな。何？全然ガタガタする要素がないよ。わかったよ。のんた今までありがとう、本当に。ありがとう。あら、ゴロゴロ言ってるじゃん。何ゴロゴロって。ガラガラゴロゴロ。何ゴロゴロって。ゴロゴロ言ってないよ。言ってる。何どんな音？なんか引きずるような音。じゃあ、俺のソファーの音でしょ。いや、もうまずい。ほんと。ありがとね、今まで。うん。幸せになってね。パソコンは取りに行くから。うん。パソコン。うん。磨いておく。ごめんね、嫌いにさせちゃって。と炊飯器も。炊飯器だけは勘弁してくんねえか。炊飯器は勘弁してくんねえか。なんで？いや、のんたんとの思い出が一番詰まってるもんだから、これは。炊飯器だけは勘弁してくんねえか。だって IH あるじゃん。いや、もう本当にのんたんとの全部思い出が詰まってる炊飯器だけは、本当に。俺の炊飯器、あれだけは、あれだけは、どうしても、頼む。なんでそうやってさ、ふざけてんの、ずっと。え？ずっとふざけてる。ふざけてるように見える？見える。
全然ふざけてねえわ。見えるってみんな見えるってふざけて見える。悪い子。わかった。炊飯器も諦めるわ。じゃあ、パソコンと炊飯器は返すわ。ただ、ただ、IH はいらないから。ただ、炊飯器のことを可愛がってやって。大切にしてやって。のんたんの家に炊飯器あるの？あるけど、なんか、美味しく炊けないから。わかった。分かった。じゃあ IH と炊飯器返すわ。IH も返す？あ、じゃあパソコンと炊飯器。IH だけは絶対ダメだわ。IH クッキングヒーターだけは、あれはもう、いわば俺のものみたいなもんだから、あれだけは勘弁してくんねえか。あれは、もう、うちも置くとこないから。じゃああれはもらうわ。あれがなかったら生きていけねえから。何で料理すればいいか分かんなくなるから。料理しないじゃん。するわ。味噌汁作るぐらいじゃん。俺は、でも、何か返せって言わないよ。のんたんにいっぱいもらったから、のんたんから。うん、のんたんなんかもらったっけ？あんまあげてねえわ。なんもあんまあげてねえわ。あれ、なんか返すもんあった？いや、あるだろ。いや、あるだろう。一個ぐらいあるだろう。一個ぐらいあるわ。なんだそれ。そうやって、俺のキャラクターを壊そうとしてるな、さては。んで？あるだろう。いろいろ。何が？ほら、あの時の。あれだよ。何？ほら。俺の、ほら、まあ、その話はいいわ。あ、500円のセーター？ 500 円のセーター？何、500円のセーター？え、高円寺で買った500円のセーター。ちょっと待って、マジで格好悪いからやめて、本当に。マジで。彼女に買ったもの500円のセーターしかないとか、マジでもう本当にやめてくんない？270人見てる前でそういう超格好悪いの本当にやめてくんない？本当に。え、高円寺の古着屋で買ってくれたじゃん。買ったな。いや、あれはいいわ。あれは全然一回も着なかった。あれはいいんだ。あれは使ってくれていい。他になかったかな。あれ一回も来なかったもんね。来たじゃん。来たっけ？動画になってるじゃん。そっか。わかった。500円のセーターは、受け取ってくれ。俺の精一杯だわ。俺ができる全てが詰まってるから、あそこに。あのセーターに。わかったわ。他になんかない？大丈夫？返してほしいもんとか言いたいこととかあったら全部言った方がいいと思うよ。悔いが残るように、悔いが残らないように、全部言った方がいいと思うよ。うん、全部言おう、飲んだ。
俺我慢するから。500円の整体以上のことないから。足臭いの治った？いや、臭くねえし。え、臭かったじゃん。いや、全然臭くねえし。全然臭くねえし、やめて、そういうえ、だってさ、の。なんか、素足でさ、革靴とかさ、スニーカーとかさ、なんか履いててさ、なんか納豆のなんか濃縮したみたいなさ、匂いさ、してたじゃん。おしたらさ、なんか布団の上とか歩くからさ、う。なんか布団がさ、なんか、納豆みたいな匂いになってたらさ、したらさ、布団が反対になった時さ、なんかさ、変な匂いするなと思ってさ。で？え、あれなんか直してほしいんだけど。考えとくわ。脇がさ、もうさ、治んないじゃん。なんか。とさ、なんかいびきとかさ、なんかすごいさ、恐竜みたいな感じのさ。じゃあ、ノンタンはほら、あれじゃん。耳栓しないと寝れない人だから、俺のいびきなんか聞こえてないはずだよ。ノンタン、だって付き合った頃から、私、耳栓しないと寝れないって言ってたじゃん。いびきがひどいから、だって道路のさ、騒音よりひどい音ぐらい。真似してみて、ちょっと。なんとかデシベルじゃないけどんな音だ？ど。こんぐらい。ちょっと話盛りすぎじゃない？違う、全然持ってない。マジか。まあ、そっか。もうないよね。もう終わったよね。わかったわ。39度。でも、本当に、もう、リベンジポルノだから、これは。飲んだ。もうこれ、もう、リベンジポルノ状態だから、もうやめねえか。もう全部終わったでしょ。完全にリベンジポルノみたいになってきて、なんかもう、こんなの辛いってなってるから、リスナーも。もうこの辺にしとかない？もうないでしょ。え、背中に毛が生えてるとか？それはもう言っていいことと悪いことがあるんだよ。え、だって剃ってとか言ってさ、いや、もうちょっとやめて、それは。背中に毛が生えるのがなんか嫌だからとか言ってさ、なんかさ、ヌルヌルしてるやつさ、塗ってさ、なんか剃ってといかや、言ってもうさ、完全にリベンジポルノでしょ。なんであんなとこにさ、毛が生えんの？俺が聞きてえわ。
うん、もうない、もういいでしょ。もう本当に傷ついたわ。もうボロボロだわ。好きな人にこんなこと言われたら。うん、じゃあ逆にね、のんたん。もう悪いところはもうこれ以上絶対出ないはずだから、うん、いいところ言ってこう。うん。いいところ言ってこう。逆にね、いい思い出にするためにお互いね。うん。うん。全部聞くから。悪いところもう言っちゃダメだよ。いい思い出。うん。いっぱいあるね。いっぱいあったっけ？うん。ほら、ディズニーランドとかさ。行ってないけど。そうだっけ？うん。そっか。富士急ハイランドとかさ。うん。行ってない。行ってなかったっけ？うん。行ってない。池袋の水族館も楽しかったじゃん。そこも行ってない。あれ、表参道で買い物した時は？え、行ってない。あれ、新宿のさ、タワーマンションで、あのラウンジのカフェでさ、夜景が綺麗なところでご飯。行ってない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 。あの六本木ヒルズにあるさ、あ、行ってない。どこ行ったっけ？こうめん？何、こうめんって。え、つけ麺屋。つけ麺だったか。でもペアリングめっちゃ喜んでたじゃん、カルティエの。もらってないけど。あ、もらってなかったっけ。で、プラザのバッグはどうしてんの？ないよ、そんな。もらってないもん。なかったか。つけ麺美味しかったで。あ、つけ麺はね。まあ、ファミマのでいいけどね。ファミマのでいいけど。あ、あとなんかあの、さ、かつお節の粉？あれなんか、2袋ぐらいちょっと返して。つけ麺の粉だけは勘弁してくんねえか。つけ麺の、だってあれ、つけ麺の粉、4個、俺の家から、4個入ってたじゃん。俺の家からつけ麺の粉、あの、かつお節の粉まで持ってくの。え、だって4個入ってたじゃん。お前、俺から全部奪う気か？俺の。全部じゃないやん。だって4個入ってたうちの。わかったよ。で、1個買って5個になったから、だから2個だけちょうだいって言って。わかったよ。持ってけよ。ぐだぐだ言わねえから。俺ぐらいになるとぐだぐだ言わねえから全部持ってけよ。持ってきたいもん。何が持ってきてんだよ、他に。全部持ってけ。好きなもん持ってけ。じゃあ明日持ってくわ、いっぱい。いいよ、持ってきたいもん持ってけよ。で、俺との思い出何があんだよ。じゃあ、悪いことばっか言って。あ、あとなんか、あの、なんだ、文鳥だっけ？文鳥のひなとか？なんか見に行ったじゃん。なんかあれがさ、なんかグロいっていうの、なんか、ひな、なんか、かわいいねとか言ってたけどさ、なんか、黒いしさ、なんかお腹のところにさ、なんかさ、餌のさ、袋みたいなのがついててさ、そっからなんか、胃袋がさ、透けて見える。っていうかさ、なんかもう超グロいなと思って。めっちゃ可愛いから。文鳥めっちゃ可愛いから。文鳥のひな。これ買うの？って思ってさ。いい思い出エピソード一つもまだ出てきてないけど。
え、孔明行ったじゃん、孔明。もっといっぱいなんかあるだろう。もっとたくさん。俺がなんか孔明しか食わせてねえみたいな設定やめてくんね、ほんと。ほんとにやめてくんね。なんか。あとなかったっけ？なんか、孔明、卵とか？そうだよ。マクドナルド何回連れてったかわかんねえぞ。すき家とかマックでしょ？そうだよ。すき家も連れてってるし、松屋も連れてってるし。松屋行ってないよ。松屋、行ってないか。そうか。ああ、もういいわ。わかったわ。もうわかったわ。もう、これは成り立ってねえわ。これは成り立ってねえわ、ほんと。のんたんが今までしたこと逆に言ってこ。なんか、のんたんがこのままだと最低な女みたいな空気になってるから。もう、なんか浪費癖があるみたいになってたらよくないから。なんか、もう俺の家のもの全部持っていくとか、なんかもう、ねえ、外食ばっかりみたいなイメージになってるから今。もうすごい悪女みたいになってんのね、のんたんが。だから、そう、のんたんが俺に尽くしたこと全部言ってこ。挽回しよう、ここは。最初行った時に、どこに行った時？そこの家行った時に、ああ、いい思い出だな。なんか掃除したじゃん。風呂とかさ、キッチンとか。なんで掃除したの？え、汚かったか。どんな感じで汚かった？いや、なんか、カビかな？なんか、黒いなんか、ブツブツみたいのがいっぱいついてて、で、なんか、あら、ユニットバスのさ、なんかトイレの下にさ、芝生みたいのがさ、なんかあってさ、なんかドブ臭かったの。で、それでさ、それ剥がしたらさ、なんかそのさ、なんだっけ、人工芝みたいな下にさ、ヘドロみたいのがすっごい溜まってて、そのなんかもうドブ掃除みたいなさ、やつとかした、したりさ、でなんかじゃあちっこいゴキブリのさ、巣みたいになっててさ、なんか出るじゃん、ちっこいゴキブリそこの家。じゃあそういうのさ、やったりさ、そっか。あとは？あと、あなんとかほ5時ら、ぐらいにはそうさ、だ、洗ご濯で飯さ、ね、よく洗濯物洗ってくれたもんね。俺のパンツとかも洗ってくれたもんそうだよ、洗濯はよくしてたよ。な。洗濯はだいたいさ、なんか溜めといたけどさ、週に1回とか2回とかしてさ、でも手洗いじゃないでしょ。コインランドリーでしょ。そうだよ、コインランドリーだよ。手洗い一回もしたことないもん手洗いあるよ。ね。俺の服を手洗いしてくれたの？俺の知らないところで。だってさ、なんかパンツにさ、なんか、うんすじみたいのついててさ、それがさ、なんかさ、コインランドリーでさ、洗ってもさ、なんか落ちなかったからさ、しょうがないからさ、ちょっとつけ置きしてさ、なんか落とそうと思って。何言ってるかちょっとわかんねえ？え。何言ってるか全然わかんねえわ。俺、え、だから、うんことかしねえし。え？なんか茶色くなってたから、なんか付け置き何しがだよ。て、何がだよ。え、パンツのさ、やっぱお尻の線のところ？そんなわけねえだろ。え、だってさ、うんすじだと。いや、うんすじか、なんか字が切れて、とかさ、なんか血が出たとかさ、なんかそんなさ、話いや、してたそうけでどしさ、ょ。それはさ、血が頑出張った。いてさ、手でさ、や、一生それ懸命洗っは、て。だから、
字になったんじゃねえの俺は。だってうんこがケツにつく意味がわかんないから、なんでそんなことになるの。絶対つかないでしょ。下痢とかしててとかさ、絶対ありえねえわ。リベンジポルノだわ、完全な、完全なリベンジポルノだよ。まあいいや、続けて。だ、手洗いもしてるじゃん。うん、うん。でも俺よくのんたんが寝るときさ、のんたんが寝つけるように毎日マッサージしてたじゃん。うん、え？いや、のんたんが。反対じゃん。え？逆逆。のんたんが和道さんのマッサージを、もう30分ぐらいさ、ずーっとやってたじゃん。毎日毎日。俺じゃなかったっけ？やってたの。全然、一回もやってもらったことないよ。マジか。で、寝れないとか言うからさ。うん。うん、寝れん。したらさ。うん。じゃあ、なんたんさ、なんか、フェラしてとか言ってさ。え？え、寝れないからとか言ってさ。なんたん、フェラして。ごめん。それでなんかさ、あとなんかセックス終わってさ、なんかさ、まださ、なんか、中に入ってるのにさ、うん、なんか、いびきしてさ、寝始めてさ、えと思ってさ、あ、寝てると思って。なんか、そこはなんか寝るんだよね。え、なに？セックスしてる最中に俺が寝る？いびきをかいて。え、だから、セックス終わって、まだ、中に、うん、だから、はい、入ってる状態。で、俺が寝るの。だから、さ、いつも生でやっててさ、うん、でさ、抜いたらさ、すぐさ、うん、出てきちゃうからさ、うん、ちょっと置いてからさ、うん、不幸とか思ってさ、うん、で、ちょっと置いてある、もうそのさ、5秒とかその間になんかさ、なんか寝始めたりとかさ、ああなんかして。ああ。ぐーとか言って、エビ聞かれてなんかね。ああ。どれさんのパンチより重てえな。いいパンチ持ってんじゃねえかよ。うん、まあね、俺がどれだけいい男が伝わる配信だったな。うん。うん。チンコとか3センチぐらいだった。え？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 ん？え、チンコ普段3センチぐらいじゃん。あ？何にもしてないとき？あ？ああ、続けろよ。逆に続けてくれよ。殺せ。殺すんだ。続けて。小指より短い。ああ。3センチだとさ、小指のさ、第二関節ぐらいぐらい。おー。方形？
冒険なの、そういうのって。いや、よくわかんねえわ。そういう下ネタとかやったことないからわかんねえわ。うん、明日荷物取りに来んの？うん。何時頃来んの？夜かな。夜って俺がいる時間？だいたい8時とか。夜8時。今日も。まあなんかごめんね。なんか、こんな配信最後なのに好感度上げてくれて。なんか最後まで配信者の妻だったよね。ありがとう。じゃあ明日待ってるわ。もう言いたいことないでしょ。もうなんもないでしょ。そうだね。大丈夫だよね。多分これもうライン切った瞬間多分花火700発ぐらい上がるから。よかった。大丈夫。ノンタンいなくなって寂しいけど、俺にはリスナーさんがいるから。じゃあ離婚だね。そうだね。ありがとうね。でも俺はのんたんとずっと一緒にいたいよ。もうしょうがないよ。そうだね。いつ頃からもう別れようと思ってたの？昨日。そっか。ずいぶん考えたんだね。悩んだでしょ。そっか。ごめんね。なんか、ずっと、ね。俺の一番どこが好きだったか最後に教えてくんね。顔。顔のどういうところが好き？どこで？言ってこ、そこいいとこだから。顔のどういうところとかちょっと詳細を掘り下げてこ、ちょっと最後に。なんか目が寄ってるとことか。あとはなんか顎ないとことか。芸能人でいうと小田切城みたいな。なんかちょっとハゲてるとことか。まあ俺は顔で売ってるからさ。顔でここまで来たから、正直言うと。それは、ちょっと、ね、いやらしい言い方だけど、
まあ、俺の武器っていうか、うん、まあね、ちょっとね、嫌な思いするかもしれないけど、うん、顔でここまで来たやつは強いよ。わかった。じゃあゆっくり休んで。うん。風邪ひくなよ。うん。うん。じゃあおやすみ。おやすみ。最後にリスナーさんに誰か言いたいことある？うん、特にないな。ないな。うん。わかった。バイバイ。さよなら。さよなら。切れよ。俺から切れねえよ。俺から切れねえよ。おい、聞いてんのかよ。切るんかい。切るんかい。あっさり切ったな。サクって切ったの。うわぁ。マジ、マジ聞いてるわ。ああ。俺の家から炊飯器と IH クッキングヒーターと鰹節の粉二袋とパソコンがなくなります。そして、最愛の女性を失いました、僕は、たった今。今日の夜8時に来るって言ってたよね。今日の夜8時。いや、もう、和道ワールドにネタなんかねえから。和道ワールドにネタなんかないから、本当に。かつお節がでかいな、本当。IH も持ってかれるよ、本当に。いや、マジでどうするかだよな、配信。うん。ちょっと明日以降配信、配信やべえな、マジで。うん。事件だな。うん。いや、もう恋しねえから、俺。決めてっから、もう、のんたん最後の人だから。悪いけど。ほんと、今見てる女性リスナーにチャンスなんかないから。勘違いすんなよ。お前ら勘違いすんなよ。お前らにチャンスないから。のんたんのこれ。のんたんの PC。うん。うん。うん。いや、チャンスないよ。ほんと。うん。携帯は俺の。大丈夫。寝るか。何やってんだ、こんな時間まで。ああ、こんな時間まで何やってんだ俺ら、ほんと。いい時間だぜ、マジで。いい時間だぜ。もう寝ようぜ。パソコンなくなるわ。まあでも、まあ、その、なんだ、外配信40分しかできない Mac があったりするね。うなちゃん6万でレッツノート売ってんの？うん。じゃあまあ、明日の夜8時が、まあ、最後の配信だわ。このパソコンでの、この高画質配信。うん、もうそして、何よりね、パソコンなんかじゃないよ。のんたんともう会えないんだよ。のんたんと。明日からまあ、携帯はあるし、一応。配信はできなくないから。うん。まあ、なんとかなるよ。画質とかが下がるだけで、配信は続けるよ。うん。あー、参ったなぁ。離婚ですね。マジか。じゃあ寝るか。じゃあ皆さんおやすみなさい。ありがとうございました。のんたん、そうだね。もう、よりは戻せないって言われた。じゃあ皆さん、ありがとうございました。ちょっと旅配信の前でバタバタしてるけど。頑張りまーす。お疲れ様でーす。
おやすみ、みんな。みんなおやすみ。おやすみ。そうだね、明日会えるね。おやすみ。明日っていうか今日か。おつ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。